ここで頂点が決まります。ライブラ杯決勝。さあ一番人気の紹介です。ここまで無敗、トリプルティアラの馬娘ダイワスカーレット。続く2番人気はグランプリ馬娘マンハッタンカフェ。注目のここまで無敗二大ダート戦覇者ハルウララ、2枠2番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ダイワスカーレット、ライスシャワー快調に飛ばしていきます。先頭はライスシャワー、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手はダイワスカーレット、メジロマックイーン並んでくる。そしてその外7番成田大志、そしてそのうち菱アマゾン、少し離れてハルウララマンハッタンカーフェ並んできた。その外並んで9番成田大志。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭から後方まで間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は変わらずライスシャワー、続いてダイワスカーレット、1馬身離れてメジロマックイーン、4番手7番成田大志。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。1馬身差マンハッタンカー、9番成田大志並びかけてきた。少し離れてフィシアマゾン、外を通りましてハルウララ、内ゴールドシップ、ライスシャワー先頭を進みますが、これは爽快でしょうか。ライスシャワー彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。依然先頭はライスシャワー、続きましたダイワスカーレット、2馬身3馬身開いてメジロマックイーン、1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭は依然ライスシャワー、2馬身リード、2馬身3馬身開いてダイワスカーレット、後ろメジロマックイーン、3馬身差ハルウララ、少し離れて7番成田大志、さらにフィシアマゾン、1馬身離れて9番成田大志、外にはマンハッタンカーフェ。優雅に叶ってもらうわ。内でゴールドチップ、意気揚々と先頭へ行きます。ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は相変わらずダイワスカーレット、2馬身3馬身開いてライスシャワー、1馬身差メジロマックイーン、4番手にハルウララ、1馬身離れて7番成田大志、外を通りましてフィシアマゾン、さらに9番成田大志、少し後ろからゴールドシップ、残り 1000m を通過。外を回りますマンハッタンカーフェ。ダイワスカーレット、まだリードをキープしています。フィシアマゾン伸びてくるか。依然としてダイワスカーレット、大きく引き離されて2番手を走るのはメジロマックイーン、その外並んでフィシアマゾン、そしてマンハッタンカーフェ。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。ワクワクいっぱい届けるよ。じりじり詰めるマンハッタンカーフェ、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。4着を切りました。最後のコーナー、先陣を切ったのはダイワスカーレット。マンハッタンカーフェ完全に抜け出した。マンハッタンカーフェ足色は衰え、2着を通過。マンハッタンカーフェリードは2馬身、フィシアマゾン追いつかる。先頭は変わらずマンハッタンカーフェ、先頭はマンハッタンカーフェ、マンハッタンカーフェ1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。やりましたマンハッタンカーフェ。2着はフィシアマゾン、3着は7番成田大進。次は1着取るからね。一応俺言っておくわ。たった今、あのね、でね、うん、でね、うらやから